こんにちは、モーターズの内原です。僕はね、自分が使ったパーツとかを紹介する動画とかよくやってるんですけども、今日はちょっと趣向を凝らして、普段ヤマトがやっている、いろんなショップさんのコンプリートカーやカスタムカーを紹介するようなとこ、僕もちょっと挑戦してみたいと思います。で、今日は大阪府にありますこちらハイエースの名門フィールさんに参りました。でもね、今日ちょっと違うんですよ。ハイエースじゃなくてこっちです。日産キャラバンのお話です。モーター本日はフィール大阪店の中島さんにお話をお伺いしたいと思います。どうも中島さん、今日はよろしくお願いします。お願いします、中島です。はい、どうも。いや、ということでですね、フィールさんといえば、はい、ハイエースの名門として知られるもう有名ショップさんだと思うんですが、はい、あれ、今回は今回なんでキャラバンなのかなっていうのが率直な見ての通りキャラバンなんですけれども、はい、まあ、もともとまあ、なんでハイエース屋さんでキャラバンやってんのっていう話なんですけども、はい、本社は平野店なんですけど、はい、そちらでもともと新車のキャラバンのコンプリートカーを、はい、ずっとここ数年販売はしているんですけど、すでにやられてたんですね。そうです。なるほど、はい、で、まあ、どうしてもその内装とかがちょっと質素な作りはしてあるんで、今までちょっと安めのコンプリートカーとか、はい、そういうものがまあ結構売れてたっていうのが経緯があったんですけれども、はい、まあ、もうちょっと力を入れて、はい、3度目の正直じゃないですけども、はい、本格的に我々の強み、内装の施工っていうものを、はい、どうもかこのキャラバンにも移植できないかなという、まあ、僕の発想から、はい、キャラバンをもう販売チャンネルを平野店の方から大阪店、はい、移行させて、で本格的に内装の施工を始めたっていうのが今回の経緯なんですよ。あ、そうなんですね、はい、ってことはもうなんかちょっと一発派手に見せてやろうというのが、そうですね、多分根底にあるのかなと思うんですけど、はい、実際このキャラバンですね、僕がイメージしているキャラバンとはだいぶ近くて、結構豪華絢爛でいかつい雰囲気を醸し出してるんですが、これちょっとベース車両としては、はい、なんか違うものを選んでらっしゃるでしょうかね。そうですね、はい、もともと、まあ、ハイルーフのワイドボディで、まあ、長さもスーパーロングっていう一番大きいサイズになってくるんですけれども、はい、マイクロバスっていう、まあ、キャラバンの、まあ、14人乗りのバス仕様ですね。はあ、そうなんですね。ナンバーは2ナンバーなんですけれども、2ナンバー、その車両をベースにさせていただいて、はい、3ナンバーで普通免許で運転できるようにさせてもらって、はい、で8名乗車、8名乗車、なるほど。かつ、まあ、この車中泊ブーム、はい、もううちもう得意としている部門ですから、はい、それを今回この一番大きいハイエースで作らせていただく。なるほど、次第でございます。じゃあ、はい、もう乗るのも快適、そして、そこで、まあ、寝泊まりするのも快適にできるような内容が詰まってるんですね、はい、これタイヤホイールかっこよくないですか。そうですね、ホイールは、まあ、ロクサーニーっていうブランドのバトルシップなんですけども、はい、まあ、17インチで、まあ、このハイルーフ車にも合うサイズ、かなり大きめのサイズにはなっているんですけれども、はい、でタイヤが、はい、まあ、ちょっとゴツゴツした、アウトドアに使えそうなブロックタイヤなんですけども、はい、まあ、マッドスターっていうメーカーさんタイヤなんですけども、はい、それつけて、かつ、まあ、もともとちょっと座面というかね、乗り降りのしにくい背の高いお車なんで、はい、車高だけ落としてます。そうですよね、はい、あんまりこう隙間がないなと思ったんですよ。で、まあ、車高落とすとちょっとふわつきとか、はい、そういうもの出てくるんですけれども、はい、ショックアブソーバーとスタビライザー、はい、強化版の硬いものを入れているんで、はい、まあ、それなりに走れる状態には仕上げてます。なるほど。ただどうしてもアウトドアで使うお車というターゲットにはしているんで、はい、あまりエアロとかはゴツゴツしない状態でシンプルにしてます。あ、なるほどですね、はい、いや、外装もかっこいいことっていうのはもうよくわかったんですけども、はい、やっぱり御社といえば内装ですよね。そうですね、もう今から楽しみなんですけどちょっと薄く見えてワクワクはしてるんですけども、早速リアハッチの方開けてもらってもよろしいでしょうか、はい、開きました、ご会長です。うわ、すごっ、なんすかこれ。車中泊仕様で、もともとそのハイエースで出させてもらっている、はい、トランスフォームバージョン8っていう3列シートモデルのタイプ2っていうものがありまして、はい、2段ベッド仕様、はい、まあ、1段目だけだとそんなに大勢で、はい、ね、車中泊するっていうのは、まあ、なかなか困難なので、はい、ベッドスペースをさらに上にも設けたっていうパターンも2段、はい、なるほど、プランになってます。
はあ、なるほど。じゃあこれをですね、一口にまるっとパッケージ化して、はい、そうです、コンプリートカスタムとして売ってらっしゃると。はい、それをキャラバン専用にまた作り直して、はい、でまあ、フィードバックしてつけてるという感じですね。上のベッドなんですけども、これは1枚の板で成り立ってるんですか？これあの5枚式のシート、はい、ベッドマットが分割でなってるんですけれども、なるほど、なるほど、はい、はい、まあ、あの一個一個折りたたんで収納できるっていうふうにはしてます、はい、ああ、なるほど。もしかしてこれこのまま下にも付けれるとかですね。あの、はい、椅子の場合でもベッドキットを上段と下段、はい、ちょっとこういう、すごい、こういう感じに下の段にも付けれるようにしてます、はい、まあ、あのシートからのベッドの延長であったりとか、で、まあ、あのさっき言ったように、まあ、椅子の状態でも後ろ下のマベッドマットにできるっていう 2way 方式にしてるんですけども、まあ、大体キャンプ道具とか積む際どうしてもあの下荷物大きくなっちゃうんで、そうですね、はい、まあ、下よりは上の方がメインになるかなと。あ、なるほど、なるほど。じゃあイメージがここにも荷物があってですね。ちなみに大人何名がこの2段で寝ることができるんでしょうか？はい、ベースにしてるのは大人はほとんど下で寝てもらうっていう感じですね。下、まあ、耐荷重的な問題もありますので。なるほど、なるほど、まあ、下大人メインで、はい、上段は子供さんメインという感じで、はい、まあ、子供さんでしたら4人寝ていただけるスペースは全然確保してあるんで、はあはあはあ、スーパーロングの2室の半分以上がベッドになってるんで、なかなか広いです。いや、ちょっと僕ですね、音楽が好きなもんで、はい、ついつい目に入っちゃうんですけども、オーディオちょっと良さそうなのが埋め込んでらっしゃるのかなと。そうですね、まあ、17インチのスピーカーつけてるんですけれども、はい、まあ、もともとこの2段ベッドの家具、木製で車の壁側、これはパネルの外に設置してるんで、どうしてもあの聞こえづらくなってしまうので、はい、まあ、そのスピーカーはもう外側へ移植じゃないですけども、なるほど、本来この中に入ってるものをこっちに持ってきてらっしゃる。なおかつ音質上げるために社外品のスピーカーに変えてます。この社外品のスピーカーはやっぱオプションですよね。いえ、もうこれセットで付いてます。標準セットで、はい、いや、お得ですわこれ。ちなみにこの棚はこれどうなってますか？ここに収納スペースがあるんですか？あの、ただ単純な壁だと、はい、まあ、なんかみそぼらしい感じもしますので、はい、まあ、あの物を入れれるように一個一個、はい、あの区分けしてスペース作ってます、まあ、あの黒いボディでちょっと質素な状態にはなってるんですけど、はい、まあ、今回ちょっとこの壁側、はいはい、まあ、LED で間接照明してるんですけど、化粧板も柄物を入れさせてもらってちょっと女性の奥様にも心くすぐられるような仕様にはしてます、はい、ちょっと細かいところにまで手を入れてみました。いやいやいや、これもやっぱり世の男性の皆さんにしてみると嫁攻略っていうのは大きなテーマですからね。そうですね、はい、やはりあの車のカスタムってなると男性主体、ご主人がもうほぼほぼメインで、奥さんほとんどそっぽ向いてるぐらいの感じなんですけど、むしろ怒ってるぐらいですね、はい、そういうところで、はい、まあ、奥様にもこの車選びと、はい、まあ、あの内装の施工のね、まあ、はい、注文住宅を作るみたいな形ではないですけども、はい、オーダーメイドで作れるっていうところにぜひ参加していただきたいっていうところがありますね。あー、なるほど、まあ、一緒にみんなで、まあ、僕らも含めて一緒に車作りましょうっていうスタイルで全然やってますんで、はい、で今注文住宅って中島さんがおっしゃったんですけど、はい、ちょっと見てください、これ今木のパネルになってますよね。そうですね、フローリング、はい、あの、まあ、レールつけますんで、はい、フローリング加工っていうものをしてるんですけれども、はい、まあ、表面あの重歩行用店舗とかの床材に使う CF マットっていうものがありますので、はい、まあ、それを、まあ、上から貼ってるんですけど、はい、これのカラーバリエーション結構豊富にご用意してます、はい、これが、ね、この床材の新興さんのフロアカタログですね、はい、まあ、これのこういういろんなパターン出てます、はあ、まあ、その中でもちゃんとあの、ね、何年の照明取ってるものっていうのと、はい、まあ、まあ車にちゃんと使ってもらえるあの、まあ、強力な耐久性のあるものですね、はい、まあ、そういうのをあの、もう一個一つ一つ選べるしてます。なるほど、なるほど。これはもちろんその、はい、オプションとかじゃなくて、ええ、パッケージの中に入ってらっしゃる。そうですね、いやー、買えるからといってオプションで有料というわけではなくて、はい、もう初めから選んでいただけると、はい、すごいですね、そこまでやれると、
よくコンプリートカスタムって聞きますと、なんかもうすでに同じ状態のものを吊るしで販売するみたいなイメージ、ね、やはり決まったルートで同じものをつけるっていうので安くするっていうところはあるんですけど、はいはい、まあ、そういうのをちょっとはしょって柔軟に対応できるす、素晴らしいですね。これで多分あの世の男性諸君はですね、はい、奥さんと一緒にこのカスタムを楽しむってことができんじゃないかもしれな い, っていう、ね、ちょっと車見に行ってくるわじゃなくて、一緒に来ようって言ってもらえるような、はい、あの仕様の車を販売を目指してますね。天井に目をやるといろんなものがついてらっしゃるなというふうに見受けたんですけど、うん、そうですね、まず、はい、センターの天井についてますのがシーリングランプ、まあ もう、はい、もう名前の通りですね、天井のライトです。あ、これですね、はい、まあ、1個ずつそのタッチセンサーで調光ができるモデルっていうのを、まあ、うちどこで販売はしてるんですけども、まあ、それをベースに埋め込めさせてもった、まあ、ライトにはなってますんで、なるほど、まあ、ポジションポジションでつけたり消したりもできますし、明るさの調整もできるようになってます。まずそれが1点、はいはい、まあ、これもちょっとオプションにはなります。あ、これはオプションですね。そうですね、はい、で続いてまたオプションなんですけども、はい、まあ、こちらにも両サイドハンガーレールなんですけども、これハンガーレールなんですね、はい、まあ、車中泊してちょっと濡れた服とか干すようにっていうものを目的としては作ってるんですけども、はい、まあ、使い方によってはネット張ってもらって荷物もしたりとか、はい、そういう、まあ、アイデア次第でいろんなものに化けるので、結構つけてくださいっていうご依頼多いですよ、はい、リクエストは多い、意外と多いです、人気のオプションであると、はい、ですね。あとはあのもう一個オプションがあるんですけど、システムコンソールボックス、あ、まあ、何がシステムなの、まあ、はい、コンソールボックスとリアのデッキテーブルが合体してますよっていう状態です。これセットですね、T 型でセットになってます。なるほど、これはオプションなんですけども、はい、まあ、セカンドシート座る人前からの音もやっぱり聞こえにくくなるので、はい、フロントスピーカーもこのテーブルの中に移植してます。うわすっ、ここにもスピーカーですか、はい、すごいな。前からちゃんと音聞こえてくるようにして、はい、まあ、後ろはあの家具に埋め込まれた標準のスピーカーから聞こえてくるんで、後ろの人も退屈しないっていう感じ。なるほどですね、はい、まあ、このコンソールも、はいはい、まあ、前の方ですね、はい、まあ、ドリンクホルダーとかが全部セットにはなってますし、はあ、まあ、蓋が開くようにはなってるんで、まあ、ここのボックスの中の収納庫の容量っていうのも純正よりも広くなってます、はい。あ、なるほどなるほど、非常にあの前に座っている方もいろんなものを入れ て旅行するときとかってやっぱり小物がいっぱいあると思うので、はい、それも入れれるようになってます、まあ、前から後ろまでそのレザーを使ったシート含めてあの全て基調一緒に同系統にさせていただくために、はい、そうですね、黒メインの黒ベースに、まあ、こう今ちょっとゴールドという赤色を指して色を入れているんですけれども、はいはい、まずあのシートカバーオリジナルで製作製造販売しているので、はあはあはあ、まあ、そのシートカバーのデザインに合わせて後ろ全部揃えているっていうスタイルなんですけど、なるほど、これはちょっと美しいですね、もう。基本プランとしては、このシートカバーの色、はい、このステッチパターンがボルド、ホワイト、はい、ブラック、この3色があります。あ、選べるんですか。はい、そうです。あ、なるほど、その3つのパターンからまずベース選んでいただいて、はい、でフロアの色を選んでいただいてっていうような流れになっていきますね、はい。商談にかかるお時間も長いんですけども、はい、もう悩んでる時間のお客さんの顔を見てたら、はい、もう楽しそうやな。あ、そうですね、楽しくなっちゃいますね、これは。あ、ちなみにこれ、ここに見えるフリップダウンのモニターが2つありますが、これはオプションで。そうですね、あのオーディオ関係は、まあ、あのオプションでまたその欲しいものを全部付けさせていただくような感じになるんですけども、はい、なるほど、まあ、ボディが大きいのと、これ2段ベッドになってるんで、まあ、今回このデモカーに関しては、はい、セカンドシート用に普通の通常のフリップダウンモニターと、はい、2段ベッド用に3つ目にも同じモデルのフリップダウンを増設させてもらう、はい、なるほどなるほど。本当にこれ8人乗りになるのかなっていうのが僕の中で最後疑問が生まれたんですけど、ね、だからまあ通常こういう風に乗りますよっていうスタイルにちょっと、はい、まあ、あの文字通りトランスフォームという感じで変形させていきますんで、はい、まあ、見といてください。これお一人でできるんですか。一人でもできますし、まあ、はい、ちょっと手間はかかるんで、はい、お二人で作業してもらう方がいいかなとは思うんですけども、なるほど、ね、まあ、大体ご主人が担当になってくると思うんで、はい、はい、ではちょっと私がやります。じゃあ中島さんにちょっとお一人で一回トライしてもらいたいと思います。はい、お願いします。はい、どうも。
なんとタイムは1分半でございました。めちゃくちゃ早い。僕ら慣れてますんで。さすがですね。椅子の状態8人乗りなんですけど、はい、まずセカンドシートですね。幅が1400、140センチで3名掛けのシートで、はい、3列目サードシートのところに関しては両サイドはちょっと家具ありますんで狭くはなるんですけど、1200幅っていうのもので3人座れるように作ってますんで、まあ、233で8人乗りという形にしてます。はい、シートベルト、このキャッチャー見てるんですけど、はい、どこから出てくるんですか？このシートの特徴としては、まあ、スライドレールで、はい、あのいろんな場所で移動できるようにはなっているので、はい、シートベルトに関しては3点式のシートベルトがシートにも設置されてます。後ろにリールがついてるんですけれども、ははははこれこのまま延長してきて、まず中間ですね、肩口に1箇所させていただきまして、はい、先端垂直にロックかけてもらいます。これでスタンダードなシートのシートベルトの形になるんですけど、はい、で座っていただいてこの状態でこのベルトをタスキ掛けでこっちにかけてこういう形で座ってもらえる。なるほどなるほど。これもしかしてこのシートはこのまま前後にスライドするということですよね？そうです。でもしまあ仮に3列目に座る方がいらっしゃらなければ、うん、これ一番下げれば相当足元が確保できるんじゃないかなと。で、まあ、なるんですけども、このモデルに関しては、はい、後ろ家具ついてるんで、はい、シートが幅広いんで、あ、そうなんですね、もうマックスもうこの辺までですね、あ、家具の当たる位置までで背もたれどうしてもリクライニングするんで、あ、なるほど、この位置がもう普通にスタンダードになるかなと。はい、でむしろ3列目の方が、むしろ3列目の方が荷物乗せるってなってくると、はい、これ形的にはこう座面をチップアップして、はい、垂直にこう折りたためるようになってますんで、で、まあ、前へこうスライドできるんで、同じように前へ持っていただければ、なるほどなるほど、はい、そしたら相当広くなります。相当な荷物も詰めます。で、足元もすごくスペースができて、で、まあ、使ってる方の中にも、はい、バイク積むトランポとしても使いたいという方がいらっしゃるんで、サードシート今からちょっと前へ同じように持ってくるんで、いやいや、ベッドだけでなくもう全部全部取っ払ってぶち抜くこともできちゃうと、椅子も真ん前まで持っていって、はい、まあ、これでも奥行き2メートル50、まあまあ広い、はい、じゃあこのままバイクをトランポしていただいて、ね、あ、なるほどですね。いろんな使い方できますよね。いや、すごいな、はい、もう車っていうか移動式の家ですね。そうですね。では一通り見させてもらいましたが、はい、こちらのですね、フィールさんのキャラバン、はい、素晴らしいの一言です。で、ちょっと僕も参考にしたいんで、うん、この状態の車両のを買いたいってなった場合は、ご予算いくらぐらいになるのかなと。そうですね、このモデル、はい、はい、キャラバンの、ベースがマイクロバス GX って、まあ、上級のグレードにはなるんですけれども、そうですよね、はい、燃料が 2.5 リッターのディーゼルターボをベースにしてますので、まあ、走りも、はい、快適ではございます、はい、でこのデモカークラスもう内装も外装も同じように作ると、はい、まあ、いかんせんちょっとお高いジャンルにはなってくるんですが、うん、そうですよね、乗り出して、まあ、約670万くらいになってくる。あ、なるほど、680万か。そうですね、ボクスター売らなきゃいけなくなっちゃいますねちなみにですね、はい、これ結構フルキットで作ってらっしゃるのかなと思うんですけど、うすね、はい、もうちょっとその何て言うんでしょうか、エントリーっていうかベースとしては、ね、はい、まあ、カタログに掲載するそういうエントリーモデルの価格っていうのが、はい、ベース車両は同じくその排気量 2.5 のディーゼルターボを、はい、メインにはしているんですけれども、はい、そちらで468万、はい、これはもうシートとフロアと2段ベッドの家具っていう、もう基本的なパックにはなります。なるほど、基本のところがついて468、はい、それぐらいでしたらば500万円台そこそこぐらいである程度乗っていただけるかなというところ、はい、いや、ちょっと見えてきますね、これは。1個だけわがまま言っていいですか、はい、もしこの動画を見た、のたがれモーターズの動画を見たお得なやつですねと言ったら、なんかお得な何かないかななんて思うんですけども、今回このキャラバンのベースで、はい、トランスフォームのバージョン8のタイプ2、はい、2段ベッドモデル、はい、まあ、お買い上げですよっていうご相談いただいた上で、はい、もたがれのチャンネル見ましたよと、この YouTube 見たよっていうことに関しては、はい、先ほどオプションで出させてもらってた、はい、シーリングランプ、あ、
上についてのあれですね、もしくはサイドのハンガーレール、はい、か、はい、センターコンソール、システムコンソールですね。うわどれもなんかもうどれか1点お付けします。なるほど、10万円以上します。10万以上のオプションがついてくると、はい、いやこれはいい、もう最大のチャンスですね。ぜひもうこれ僕らもう勝負かけていきますから、はい、ぜひぜひいろいろ検討してもらって、いやもうフィールさん、うん、もうあれですね、キャラバンに本気になりましたね。そうですね、はい、もう日産フリークの方以外の、はい、これからミニバンっていう方に関しても、はい、キャラバンも選択肢にあっていいんじゃないかっていう風なスタンスで僕らも営業していくんで、はい、まあ、ハイエース専門店ではこの大阪店やってきたんですけども、はい、その垣根ちょっと取っ払わせてもらいます、はい、ハイエースキャラバンの専門店、はい、まあ、新車のコンプリートカーになりますので、新車専門店にはなりますけれども、はい、そういう形で今年後半、はい、営業していく、これから攻めていくと、そうです、いや楽しみですね、はい、ちなみになんですけども、こちらの動画、はい、もしかしたらもう大阪とか関西以外の方もたくさん見てらっしゃるかなと思うんですけど、もともとも僕ら、はい、全国販売っていうのをもうメインで歌ってやっておりますんで、はい、今までかなり北海道から沖縄まで、はい、いろんなところにも販売してる実績あるんですよ、はい、で、まあ、このコロナの影響とかもありまして、前回ちょっと、はい、ウェブ商談という形で、はい、オンライン使ったネット商談ですね、そういうものを、ね、導入してますよってやったんですけど、はい、まあ、このキャラバンとかこういう内装のちょっと、はい、見らんと難しいよっていう、この車にこそ利用していただきたいっていうところで、はい、そうですよね、なかなかそうすると電話とかメールだけじゃできないんじゃないですかね。そうですよ、口ではなかなか伝わらないところもあるんで、はいはい、まあ、そのインターネット商談実はもうちゃんとやってます、はい、あららららら、 CM でよう出てる、テレビ CM でよく見てあちらさんですね、やってますよ、はい、全国どこからでもお問い合わせいただければと思います。ありました、ちょっと気になった方はちょっとベルフェイスをついてもっと詳しく、いろいろ教えていただけるということですよね、はい、というわけでですね、本日は、フィール大阪店さんで、日産キャラバンのコンプリートカーのご紹介をさせていただきました。興味を持った方はですね、ぜひお店の方までお問い合わせいただけると幸いです。はい、では今回のこの動画面白かったなっていう方、ぜひ高評価押していただけると幸いです。もっと面白い動画見てみたいなっていう方はチャンネル登録をしていただけるともっと幸いです。はい、ではまた次の動画で会えることを楽しみにしてます。じゃあねー。どうもモーターズチャンネルからのお知らせです。モーターズおよびモタガレでは、我々と一緒にお仕事をしてくれるライターさんを探しています。車のこと好きだけどライターなんかやったことないなんて思ってる人でも大丈夫です。興味がある人はぜひぜひ概要欄の方までご連絡ください。僕たちと一緒に車の面白いところをいっぱい発信していきましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など、車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。